ゆるく楽しむプログラミングと電子工作 LED マトリクスコントローラ HT16K33 を使ってみました。 I2C 接続でお手軽に使えます。 HT16K33 と LED マトリクスとの接続が若干面倒ですが、 HT16K33 は SMD パッケージの IC なのでブレイクアウトボードを使用します。秋月電子で購入330円でした。 8×8 の LED マトリクスとセットになった製品もあります。割とお高いのでハンダ付けする手間とどっちがお得か悩ましいです。ちなみに 8×8 の LED マトリクス2個を接続するのに小1時間かかりました。接続は I2C で、I2C アドレスは 0x70 から 0x77 です。動作電圧は 4.5 から 5.5V なので、実験用のマイコンにはアルドゥイーノ UNO を使用します。アルドゥイーノ UNO との接続は SDA を A4、 SCL を A5 に接続します。 VCC とグランドは間違えずに接続してください。逆に接続すると壊れます。I2C アドレスはブレイクアウトボードのジャンパーで変更できますが、個体差なのか製造上の問題なのか、ジャンパーを確実に切断しておかないと何かの拍子にアドレスが変わります。いっそ全部ショートさせて 0x77 に設定した方が安定するかもしれません。動かなくて不思議に思って I2C スキャナーで確認したらアドレスが変わっていたことが数回ありました。8×8 の LED マトリックスのピン配置はこうなっています。出っ張りのある方が1ピン側で、左回りに1から8、9から16番ピンです。これは秋月電子で購入した赤色 LED マトリックス OSL64150-1BRA のスペックシートです。ものによってアノードと仮想度が逆だったりピン配置が違ったりしますので、使用する LED マトリックスのスペックシートを確認してください。これを素直につなぐと配線が入り乱れて大変なので、ローとカラムを順番に並べた変換ボードを作ります。カラム側がアノード、ロー側が仮想度です。一個作っておけば、これからも役立つことがあるといいな。HT16K33 には、8×8 の LED マトリックスを2個接続できます。2個つなげる場合はカラムが1から16、ローが1から8の 16×8 の LED マトリックスとして扱います。 HT16K33 への接続は A0 から A15 LED マトリックスのアノード側、カラム1からカラム16に、 C0 から C7 を LED マトリックスの仮想度側、ロー1からロー8に接続します。スペックシートの記述はちょっとわかりにくいですが、 HT16K33 のコマンドは基本的には2種類です。動き自体を制御する設定コマンドと、点灯する LED を指定するビットパターンの書き込みです。設定コマンドは1バイト、ビットパターンの書き込みは開始アドレスに続けて1から16バイトのデータの形式です。動作設定コマンドは動作開始、入力機能の使用有無の選択、点滅設定、明るさ設定の4種類です。コマンドの上位4ビットが命令の種類、下位4ビットがパラメタになっています。表示のビットパターンデータは書き込むごとにアドレスがインクリメントされますので、連続して書き込むことができます。アドレスは2バイト ×8 のマトリクスで、偶数アドレスがカラム1から8、奇数アドレスがカラム9から16に対応しています。アルドゥイーノでの使用例です。コマンドが単純なのでコマンド送信関数を作ってしまえば簡単です。動作開始、明るさ設定、入力機能使用なし、点滅なしを設定します。ビットパターンを連続して書き換え、アニメーション演出、点滅させてみます。
これを動かすとこうなります。スペックシートでは左側がカラム1になっていますが、三崎コントなど LSB が右側に設定されているビットデータを扱う場合には右側をカラム1にした方がスケッチが作りやすそうです。HT16K33 に接続するときに LSB と MSB を入れ替えるのでも良いです。 SSD1306 などの OLED のフォントデータを流用する場合には左側がカラム1の方が扱いやすいですから、使用するデータに合わせて接続を変えると良いです。せっかく作った1個用の変換ボードが出てきていませんが、一応使っています。使ってみたら LED マトリックスを1個だけ使うより2個つなげた方が使いやすかったので、動画に出てきていないだけです。この動画で使用した回路図スケッチの詳細は概要欄に記載しています。ご視聴ありがとうございました。